五光が差してる。空港のね、あの最上階に来ました。オアシスパークに来たんだけど、ゲーセンがあるの知らなかったな。ちょっと入ってみましょうか。これ一生時間潰しちゃうじゃん、これ。うわ、なんかやりたいけどな。やるのが一番楽しくて、あんま景品はいらないんだよな。なんか釣りと一緒だね、釣りと。釣る瞬間が一番楽しくて、魚はリリースするみたいな、ありますね。いいんじゃないんじゃない。お、すごい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 。どうしようかな、奥、手前、いや、奥だな。お、いいんじゃない。まさかの一発ゲット、ささくれがすごい。そう、ここにはね、映画館もあるんですね。本当に一生時間潰せちゃいますね。そう、飛行機のショップもありますね。ここは何もないけど、大きな飛行機の模型があります。ニューキトセエアポーツ。すごい、よく見たらこれお花ですね。お花、あら、おしゃれ。まあ、そういう花柄のシャツにはまった時期もありました。で、ね、空港には温泉もありますね。この後ろが温泉なんだけど、こんなこと言ったらあれだけど、飛行機飛ばなくてもなんとかなりそう。いや、いつもね、あのギリッギリに来るので、あんまりね、あんまりっていうか、もうこの回は来たことなかったかもしれないな。だってゲーセンがあることは知らなかったし。うわ、この地味な坂きつ。展望デッキに行きたいんだけど、これかしら。すごいな、寝っ転がってる人が。え、実家？実家ですか？あそこね、出れはしなかったんだけど、すごいくつろいでる人がね、何名かいらっしゃいました。スマイルロード、ノイズチョコレートワールド。すごい、チョコレートができるまでの過程がね、ここで分かりますね。ロイズの、わ、これ多分今まで発売されたロイズのチョコレートですかね。あの、北海道お土産の北海道土産かで有名な生チョコとか。あ、これね、はいはいはい、このチョコレート大好き。このひだひだのチョコレートね、すごい。実際にロイズのチョコレートの工場があります。今はあんまり動いてないのかな。あそこもかなり時間潰せそうですね。ハローキティ国際線、さすがにね、国際線の方行ったら帰ってこれないかもしれないので戻ります。え、この動いてないエスカレーター、誰か、怖っ。誰も使ってないエスカレーター、どこに繋がってるんでしょうか。はい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 、あれか、国内線と国際線をつなぐこの一生歩けるところか。はい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 、最近ここら辺にストリートピアノが置かれたっていうね、噂もありますね。いや、ここね、個人的にめっちゃ好きなんだよな。この動物のぬいぐるみがね、いっぱい展示してあって。すごくね、これ。この数。
かちっちゃい子とか取って帰りそうだよね。ここに繋がってるんだ。なんか何回も来たことあるけど、こうやってね、あの空港でゆっくりする時間ってないので、いろいろね新しい発見があって面白いですね。お先はねお土産ゾーンなんで、あんまりね動画は回せないかもしれないけど行ってみます。めっちゃ並んでる。これなんだろう、チーズケーキかな、バームクーヘン。じゃ普通のレジだこれ。人がすごいな、これすごっ。あれカルビーのあれかな、なんだっけ、ジャガイモ、ポテリコだ、ポテリコ。アナフェスタもめっちゃ並んでますね。ディズニーの It's a Small World の方が早く入れると思います。はい、人混みを抜けてね真ん中にある広場に来ました。特徴的なね広場ですね。さてグルメワールドに行きたいと思います。すごい、広いね。これもなんか有名だよな、自分はやったことないけど。ご飯屋さんもいっぱいありますけど、やっぱねラーメン道場が一番好きなんで、ラーメン道場に行きたいと思います。一元食べよう。すごい列。一元はねいつもこれぐらい混んでます。食べたい方はね少し時間に余裕を持ってきた方がいいと思います。展望デッキ発見。行きます。歴代の CA さんかな、 CA さんとかフロアスタッフさんの、あ、JAL の制服、 JAL の歴史だね。すごい、新千歳空港これおしゃれだよな、こう見たら。アーチ状になってんの、飛行機の到着場所と大きな駐車場があって、これもいいね、歴代の飛行機の形。今が多分これのボーイングですね。スカイマークとかエアドゥとかもありますね。 ANA もある。あ、すごい、風強いよ、すごい。展望デッキまだあっちにあるけど、スーツケース持ってるからギリギリが。これ夜来たらまた綺麗なんでしょうね。また来たいわ。でアドバイスをすると、スーツケースは持たない方がいいです。しんどい。フードコートもあります。ファイターズとレバンガ北海道のグッズもあります。でこれ僕持ってます。意外と安いんだよね。で北海道のレジェンド大泉洋さんのね水曜どうでしょうのグッズも大量にあります。テレビ塔さんとジンくん。え、待って、ピエール・エルメで来てる。これすごっ。え、待って、久しぶりにこっち側来たんだけど、すごいお店が増えてますね。美味しそうなパフェがあるわ。僕でも知ってますよ、ピエール・エルメって。マカロンの、こんにちは。す
すげえくつろいでる人いたな。実家？この空港って観光客の実家？その可能性が出てきました。スタバ買って帰ります。あの小樽ガラスもここで買えちゃいます。もう店内だけでもね綺麗なんで、ぜひ。はい、ということでね、意外と知らないところがたくさんで面白かったです。ぜひね、皆さんもゆっくりねこの新千歳空港をね探検してみてください。帰ります。